こんばんは。メール届きました。メールで早めにやるって言ったんだけど、届きましたか？来てないですか？待って、早めになっちゃうかもって。あ、届いた、よかったよかった。なんかもうちょっと遅く帰ってくると思ってて、でもなんか予定より30分ぐらい早く帰ってきて、ですぐご飯食べたから。こんばんは。1時間前で先お風呂、そういうの大事ですね。あ、見ました？ブログ見ました？フライングパイ言ってないからね。見ました？トナカイの、トナカイのやつ見ました？まあ、見てないとは言わせないんですけど。見ました？イエーイ。いや、鹿じゃないよ。鹿とは一言も言ってないんですよ。ほんと？画質いいって言ってます？あ、本当ですか？なんか良かったですか？そう、メールに送ったやつと写真迷ってて、結局ボツになったからメールに送ったんですよ。こんばんは。へえー、ありがとうございます。見てないとは言わせないです。その回のチェック似合いますか？そう、あのね、トナカイの衣装が何個かあるんですけど、その次トナカイの写真撮りますって言われた時に、なんかこれがサラちゃんにはこれが似合うと思うんだよねって言われたのがあれ。アヒルありがとう。まあサタンが綺麗だから画像も綺麗なんですよね。イケボ、あ、いい感じ、いい感じですね。いい感じですよ。今日も調子いいじゃないですか。こんばんは。あ、ブログ見てきてください。ブログ1枚目のちょい引きの写真がヘアメイク含めて最強に可愛くて好きです。あ、ありがとうございます。私は2枚目の方がお気に入りなんですけど、1枚の方が良かったですか？サータンが来たからかな。上着取ったバージョンありません、ありませんよ。氷ありがとう。CG じゃないんですよ。CG じゃない。なんか黒いの映ってる。隠せない。何これ、なんだろう。リュックかな。ね、リュックがちょっと映ってるの気になる。はい、いや映っちゃうね。あ、2枚目好きですか？あ、じゃあどっちも好きでよかった。トナカイになったのは初です。トナカイになったことないですね、今まで。トナカイになったことありません。こんばんは、こんばんは。
こんばんは。結婚してやだ。こんばんは。うん、100点でしょ。うん、うん、ガチでしょ、もらえない。アイラビューありがとう。サンタ派からトナカイ派になりました。あー、いいね。初なんですね。あまりにも似合ってたから毎年トナカイな。褒めてるね。それ褒め言葉として捉えますよ。私ソリにならなかったからよかった。生写真がソリって意味わからないじゃないですか。こんばんは。サラちゃん補給できて幸せです。私も幸せです。うん、こんばんは。ブログ読んだら好きになりそうでした。待って、そろそろサータン推しですとか言って、そろそろって何？もうそれは、それはサータン推しになってんの？そろそろって何ですか？トナカイの隣かい？37点。あ、この丸っこいのですか？これね、あれだよ。めっちゃ汚く開けちゃったからさ、あんま見せたくない。こないだホワイトチョコ食べたやつのチョコバージョン。こんばんは。サラが自撮りで好きな角度だって今日のブログの角度の、え、そうですよ。私ちょっとなんかあの2枚目みたいなちょっと上から撮るやつが好きなんですけど、どうですか。あのトナカイさんはどこで会えますか。まあクリスマスに、まあ夜空を見上げたら私がまあ運んでるかもしれないですね。サータ前占いで再来年結婚するらしい。私じゃないですね、それは。それは私じゃないです。でもそれ、え、何占いですか。ソリーになってソーリー。鼻赤くしなかったの。鼻赤くしないよ。鼻赤くしないです。こんばんは。あ、選べ、ありがとう。100点満点中だよ。クジでサラちゃんの動画撮ったよ。え、それってあれですか、あの一言メッセージみたいなやつですかかな。おめでたい。サンタいますよ。フィンランドにいるってママに言われた。え、でも本当にいますよね。なんかニュースみたいなので見ましたよ、フィンランドにいるやつ。くじ何も当たらないから諦めました。なんで、なんかめっちゃ言われるんですよ、私出ないって。え、そうだよね、11番目。なんか私出ないらしいです、あんまり。
クマありがとう。え、そうフィンランド、そうサンタクロース村みたいなあるよね。こんばんは。え、そうだよね、そうそうそう、サンタいるけどみたいな話だよね。あ、北小町は美味しかったです。コシヒカリね、それ言われたいんでしょ。そうサンタなんかさ、あ、そうなの、じゃあレアキャラらしいです。そしたらリュウジまで、暖房つけてないです今日は。全然大丈夫、全然ではない、あ、また全然って言ってるし大丈夫。ちょっとサーター本当に入ってるのってくらいのレベルです。なんででしょうね、え、なんでかわかんない、私もわかんないです。なんで、なんでさ、ウルトラレアだったの。かわいい、ありがとうございます。太っ腹、太ってるって言いたいんですか。ハナナが買い占めてる説ね、ハナのあるある言っていいですか。ハナの10時までだと延長できない。こんばんは。そんなことは言ってないぞ。ごめんなさい。ひねくれ者なんです、ごめんなさい。さやちゃんまた来ます、ありがとう、また来てね。こんばんは。え、髪で見るの早いですよ、もうびっくりしちゃって、びっくりなんですよ、びっくりでしょ、私もびっくりなの、伸びるの早いの。だから1ヶ月に1回行かないと維持できないんですよ。じゃあ痩せっぱら。寄せっぱな、明日まで嫌ですって言われた。え、あるある言っていいですか。夜にお菓子食べたらそれよ、ごめんなさい、違うの違うの、夜に食べたくておやつ我慢するんです。おやつ用に買ったお菓子を夜に食べるんです、私。肌ね、なんか久しぶりにサラに会うと照れるんですよ最初、なんかえみたいな、えみたいな照れて、でちょ横にちょこちょこって寄ってきてサラのお尻叩くんです。なんか無言でこうやってみたいな叩いてくるのが鼻のあるある。今日もやってきた、別に今日は久しぶりだったわけではないけど。なんか照れてるんですよね。え、そうなの、そうなの。さあ、あえて夜に食いますと。はい、そうです、そうなんです、ありがとうございます。赤身の見るの早いって言われる、え、ほんとに早い、びっくり、びっくりなの、なんで。そう、うれしいんだろうね、そう、ずるいって。え、そうなの、なんかね、いや、そうなんですよね、うん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 、かわいい、ありがとう。二人は恋人、ま、夫婦なんですいません。叩くと言っても優しく、そりゃそうですよ、もうそんなガチで叩かれたらびっくりしますよ。ちょ、ただの、ただのいじめじゃん。照れながらバーンって叩かれたらびっくりします、私。なんか、さするぐらいの勢いで、なんか、ポンみたいな、叩いてくる。
コーヒーソース摂取してる人は早い卒なんてないよ。すき焼き食べたのいいな。すき焼きいいな。すき焼きって一人で食べるものじゃないですからね。なんか今日あんま味感じなくて、なんかシチューの味をあんま感じなくて困ったんですよね。そんな叩かれてない、そんな叩かれてない。え、わかんないんだよね。十二期ってキノコが苦手な子多くない？ゆあちゃんとかかきれなとか。あ、苦手なの。え、サタン好きだよ、全然食べるよ。だってこのこれは感じるもん。このクッキーは感じる。結局アレンジしたの？してないです。もうお腹すいて帰ってきたのが8時ぐらいだったんですけど、お腹すいてしてないの、アレンジ聞いたのに、聞いたのにアレンジしてないの。今日のメイクのバランス好き。え、なんかメイク薄い方がいいって言われる。なんか薄いって言っても、チークでしょ、チーク、リップ、ハイライト、アイシャドウ、涙袋だけにアイシャドウ、下まつげだけマスカラ。なんかこういつもなんかこれくらい適当にやっちゃってるんだけど、いいんですね。しいたけって何ですか？しいたけ。なんかフォガミン？キノコ世の中で一番好きです。そうなの？なんでキノコ世の中で一番好きって言ってると初めて出会ったかも。なんかフォガミンでしょ？フォガミンだ。え、なにこれ、ココミプロフィールってどうやって変えるのこれ。さあ、もうプロフィール書きたい。これどうやってやんの、ココミ。そう、急いで食べて配信しました。してない。ヘトヘトの日でも自炊します。作らないとないもんだって。コロッケとかグラタンとかさ、ごめんなさいね、なんかグラタンって言ってくださってる方多かったんですけど、グラタンのね、あの材料がまずないっていうのと、そのお腹空いちゃったっていうのと、っていろいろね、こう混ざっちゃって。カニと肉どっちが好き？何肉かによりますけど、牛肉とカニって言われたら選べないです。ね、あ、そうなの。長野はキノコ生産日本一の県なの。あ、そうなんだ。だから好きなんだ、ココミン。なんかかわいいね。キノコ世界で一番好きって言ってんのかわいいね。マイページで買えるの。サラ肉は赤身肉ですか、油多めですか。油多めです。なんか人間って食べると脂っぽいらしいですね。食べたことないけど、小説に書いてあった。鶏肉とカニ？でもそれは絶対カニ。カニ
自炊するの偉いね、いい嫁さんになるね。誰か嫁にしてください困るので。長野はえのきのイメージ。えのき美味しいよね。12月12日はダースの日だから一緒にダース食べよう。どこで食べるんですか、一緒に。こんばんは。どうしよう。え、結婚してやだ。かわいい、ありがとう。油多め。人間自体油多めって言いますよね。お嫁さんになってください。それあれです、トーク会とかちゃんと会って言ってくださいちゃんと会いに来て言ってくださいね。こんばんは。読めるけど読めにします。ダメですダメですえ、そうなの？硬いの？人間の肉は筋だらけだからめっちゃ硬いの。でも油っぽいって聞いたんだよね。油っぽいけど硬いの？なんか美味しくなさそうですね。配信で一緒に食べたい？うわー、それいいね。ちょっと忘れちゃいそうだから定期的に言ってください、それ定期的に。ココアちゃん始まった？行くんですか？そう、行っちゃうんですか？そう、まずだって通知が来るってことはフォローしてるっていうことなんですよね。松川美優ちゃんはお母さんに食べ過ぎって言われるぐらいどういう状況それ。美優ちゃんどういう状況？えのきをそんなに食べる状況ある？普通え、そう、小説なんかそういう小説ばっかり読んでたから。なんだっけ、何の小説だっけ、なんだっけな。こんばんは、旗ありがとう会って言ったら普通に引かれそうだからやめとこう。なんで引くんですか、なんで引くんですか。人間美味しく食べるのなんて巨人だけ。巨人っているんですか？巨人っていたのかな、本当に。あの、私進撃の巨人も好きだし、あのジャックと豆の木みたいなやつのなんか実写みたいなのあったじゃないですか。あれももうなんか永遠に見てて面白くて。何でしたっけあれ、ジャックと豆の木 with 巨人みたいな、なんかあるじゃないですかえ、あるよね。いきなるもありがとう。サラちゃんはどの部位が美味しいですか？首首が美味しいと思う。いい感じに、このうなじらへん、ここ美味しそうじゃない？うなじらへんって美味しそう。うなじとか死んじゃうけど、ここ食べたら死んじゃうけど、うなじらへん美味しそう。このここらへんね。結婚してやだ最近にはさ、配信頻度高くなったよね。いいことですね。嬉しいでしょ。こんばんは。信じてください、ココミンとユアちゃんだけです。え、サラは？え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。12期全員フォローしてます。え、え、サラちゃんしかフォローしてないよ。もうそういうの嬉しい、あゆるありがとう。え、なになになに、あ、え、そうだよね、刀、え、そうだよね。あんななんかさ、時代劇とかみたいにシュパシュパ切れないんでしょ。すごいよね、なんかすごいすごい構造ですよね。サータンと花なんだけ小声。まあでも名前にサータンしかついてないからね。うん、でも待って、前まで花って言ってなくなかったですか？ん？こんばんは。
湯浅らしか見てない。あのセーフ、ね、サータン組み合ったのねって、よく聞いてください。私写真撮るとたまに首がなくなるんですよ。多分こうやって撮ると首がないように見えて、この髪の毛とか相まってで、ボツになる写真がいっぱいあるの。首がないやつ、何以上によって首がなくなるんですよ。巨人と言ったらハンバーグだろ。え、どういうこと？どういうこと？絶対知らない。え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？え、そうだよ。サッタン巨人死んじゃうよ。今度食べてみます。どうぞ。さら抹茶スイーツ苦手。抹茶苦手です。天使のサラちゃんだ。やっほー。ちょこっと湯は行っていい？ま、行くかいないかは？あなた次第。お？え、そう、首、いや短いわけじゃないです。普通になんか平均の首の長さだと思うんですけど、外せと言えば外しますか？え、何を？何を外すんですか？フォローってこと？それ以外のフォローっと外していいよ。あ、お写真注文しました、イエーイ。その前回のね、そのキャメル制服のお写真はだいぶ写りがひどかったのであれなんですけど、まあ、トナカイは、まあ、まあまだまだマシになってるかなって思います。いや、首ありますよ。首あるのに見えないよね。タートルネック似合わないタイプ。いや、そんなことない。私なんかこういう V の服はあんまり似合わなくて、なんていう、ここら辺がいっぱい出てる服が似合わなくて、逆に詰まってる方がね似合うよ。ゆるキャラみたいで可愛いんですよ。可愛いのか。さあ、なんか誕生日見える人、え、今日誕生日ですか？おめでとうございます。おめでとうございます。サータン、その誕生日メールさ、まださ、メールに慣れてない時に書いたやつだからさ、ちょっと新しいのをさ、てかなんか誕生日メールってその人にちゃんと書きたいって思うんですけど、私だけですか？なんか別にその前日とかにこの誰々さんと誰々さんが誕生日なので誕生日メール書いてくださいって言われたら書くのに、ねえ、なんかわかります、この気持ち。ちゃんと書きたいの、もっと。で、来年はもっと長文を書こうかなって思ってます。抹茶めっちゃ苦手。抹茶苦手ってことは僕のことも苦手なんですね。わかります。ちょっと必須公文やめてくださいよ。そんなことないよ。結婚してやだ。あ、じゃあしっかり組みある。あるから。僕はサータンルームに残る。ああ、もういいね、もうそういうの、いいね、いいね、そういうの。外していいよ。え、そ、なんでだろうね、なんで似合わないのか分かんない。髪綺麗だね、ありがとう。誕生日教えるのに手紙ください。じゃあ誕生日と住所教えてください。どうすんの、その手紙はどうすればいいの、サラは。この気持ち。全然書くよ、全然さ、全然誕生日って言われたら全然書くよ。なのに書けないじゃん。同じ誕生日を100人いたらどうする。そんなことないから、そんなことないよ。全然全然、もうすぐ全然。一人一人で違うの怖いやん。俺の時一行だったりしたら泣く。
サータンね、サータンじゃない、サータンね。手紙はショールームで晒しても嫌だよ、嫌だよ。本日の曲全然誕生すぐ誕生日、あ、すぐ誕生日じゃない、あー分かんなくなっちゃう。全然姫と呼ばせてもらう気がないで。それでは聞いてください、鈴木サランってなんか全然そうね、もう、あ、寒い寒いな、寒い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 。暖房はつけません暖房つけません。そら寒いはな、後ろにいる、後ろに隠れてるんですか、ここ、後ろに隠れてんの今全然歯は分からないより威力がありそう。ないよないよ。いや、まだ今年は2回しかつけてないから、ごめんなさいね。あ、3回だ、3回つけた、いや2回だ、2回しかつけてないからつけないよまだ。寒い時は日本酒飲むと温まるよ。あの私17歳ですこんばんは3回、僕0回です。何と戦ってるの、暖房つけない電気代と戦ってるんですよ電気代と戦ってるの、だからつけられないの。地球 VS サータン、え、本当だよ。なんか温暖化っていう割には冬は暖かくならないんですね。温暖化ってダメだけどさ、ねえ、ダメなことだけどさ、冬は暖かくなる、なってほしいよね、ダメな代わりに。サータン年齢嘘ついてる説あるよね。え、どういうこと、年齢詐称してる、してそうな顔してるってことですか I love you、 ありがとう。え、その刺されなきゃって何ですか本当にそう、なんでさ刺されなきゃって言うのみんな、どういうこと え、つけないの、寒いじゃん。ホットココア、あ、もうさ、もうこの間さ、もうホットミルクティー飲んでからさ、もうホットミルクティー最高。ココアもいいよね。昔の12月はもっと寒かったんですか。あ、じゃあ一応あったかくなってはいるんだ一応サラ毛布白、白辛いもの食べな、あー、いいね、いいね、辛いもの食べたいな。私一時期トッポギにハマってて、うん、超家で作ってたんですよ。家で作ってもうお昼トッポギみたいな感じだったんですけど、最近食べてないな。スノードームありがとう。おしるこは苦手です、粒あんみたいなのが苦手だから。おしるこもね、食
べないね。わかる。生姜のさ、いっぱい入った豚汁ってめっちゃ美味しいですよね。美味しいよね。一人鍋はちょっとなんかむなしい。着るこたつっていうものがあるんですか。着るこたつ、こたつ着るのってことは亀みたいな感じですかね。亀みたいな感じ、亀だよって感じですかね。昨日ケンタッキーの辛味噌チキン、何それ美味しそう。え、新しいの出たんですか。美味しそう。なんかさ、ケンタッキーのさ、辛くてさ、辛くて甘いみたいなあったじゃないですか。辛いけど甘いやつついてるみたいな、あ、なんだっけ、あれ美味しいよね。くまさんありがとう。これ牛乳とか言いながらマッコリ飲んでないわ。飲めないわ。セブンイレブンでトッポギ出てなかった。え、そうなの？そうなの？そうなの？ただ味覚渋いよ。味覚渋い。限定なの？うわー、いいなー、いいなー。怒ってる。は？一人暮らしの冬は慣れだろう。ごめんなさいね。でも私はちょっとね、あれですね、みんなで食べたいですね、鍋は。ポテト食べたくなってきたとか言わないでください。私もそうやって言われると食べたくなるから。だからサータン、お酒飲んだことないからやめてくださいよ。飲んでるみたいな言い方やめてください。え、ビーフシチューオムライス買いました。え、もしかしてこの間さ、みんなでさ、あの走って買いに行ったさ、お弁当の時のさ、サラが食べたのと一緒。いや、サラ限定に弱い。なんか前まで、そう、だから中学生の時ぐらいまで限定ってものの別に良さっていうのが分かんなかったんですけど、なんか高校入ってからみんなが、そう、友達とかが、なんていうの、今限定のな、え、期間限定のこれめっちゃ美味しそうじゃないみたいな話をしてるのを聞き始めてから、あ、限定っていいものなんだって思い始めた。何杯、熱感、毎日食いと飲んでないから。そうだよ、サンタ17歳だから。ねえ、やめてください。本当にないよ。サムゲタンね、食べたことある。美味しいよね。え、そうそう、安心安全。甘酒ですら飲んだことない。甘酒ってお酒だと思ってたから飲んだことないです。サラを期間限定で押そうかな。え、でもなんか今さ、誰押してるか分かんない感じじゃないですか、結構。だから期間限定でもなんかサラ一押しって言ってくれたら喜びます。ワイも限定でサータン押し、ん？限定あ、そうだね。氷ありがとう、ありがとう。え、そうそうそう、無期限でお願いします。え、グラコロはさ、期間限定にする必要ないよね。なんでなんですか、なんでなんですか。セール品にも弱い。いや、私はそんなことないかも。なんか安くなってても
本当に欲しくなかったら買わないって決めてる節約術サータン単押し10分限定10年にしてください。伝わってないみたいで、かなピクミン、暑い時期にグラコロはないでしょって言ってる。いや暑いとか関係ないですよ、グラコロ美味しいじゃん、美味しいじゃん。今日もはいただきました。はあ、こんばんは。10年後ってこっちが生きてるか。そんなことないから。とりあえず10年はアイドルしてくれるんや。私の10年後は27歳。え、全然いけるんじゃないですか。27歳ってね、全然いけるよね。えぐらころめっちゃ好き。明日朝配信、明日ね、え、明日5時ぐらいでもいいですかね。5時から6時とか、5時から7時とかいいですか。うん、サータンしか、嘘でしょ嘘でしょそれ、ねえ嘘じゃないそれ。3人いるよね。10年後27歳、27歳、なんかメンタルやられた。え、なんで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 、え、5時は違う違う、夜の5時、違う夜の5時です。夜、朝じゃない、夜、ごめんなさい、夜です、夜の5時でいいですか。夕方はあの5時前までなので夜です。10年経ってもまだ27歳のこと、あ、びっくりした、私が何か言っちゃったかと思った、びっくりした。違う、無理、起きれないです、そんな。え、5時って見に来れますか、どうでしょうか。夜だとかぶっちゃうからね。夕方5時はココミンと配信かぶりそう。そうですね、かぶっちゃダメなんですかね。あ、仕事中、あれー仕事中だね、あれー、あ、みんな仕事中だって、みんな仕事中。まあでも5時にしようかな。5時、5時ダメかな。まあ仕方ない、明日5時からです。すいません、明日はもう5時からで決まりです。決まりました、決定です。こんばんは。星ありがとう、ありがとう。
5時から5時間配信しません。それはしません。仕事辞めます。ダメダメ、仕事辞めます。そんな1回のさ配信だけでさ、そんな即決でさ仕事辞めますって言わないでください。え、そうだよ、5時前から配信できない。あ、そうだね、サラと仕事どっちが大事かだわ。あ、そうですね、私と仕事どっちが大事なのっていう話ですよ。それはそうなんですけど、まあ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 、昨日のサンジャーもビビったあれね。そうですよね。ね、仕事、あ、すごいすごいすごい、みんな仕事だって、ああ、あ、いいね、あ、サータン、サータンだって、あ、あ、ほら、サータンだって。仕事辞めるって。で、なんかあれです、仕事辞めるっていうコメントしか私にはちょっと見えないですね、今。見えないです、見えない見えない。アンケート取ってみる。いいよ、アンケート取る。分かった分かった、仕事が大事なら1番、サータンが大事なら2番で。2番投げたね。あ、2番投げたね。あ、2番、あ、2番投げてる。あ、2番だ。あ、すごいすごい。2番だな。あ、ほぼ2番じゃないかな。え？いい？締め切るよ。いいですか。あ、待って、1番が仕事、2番がサータンだよ。 OKOK、 2番がサータンだからね。今1投げたの見えてるからね。あ、2番、あ、2番、2番だ。1番、待って待って、1番が仕事、2番がサータン、いきます。なんかさ、なんでしょうね、これ。そう、この気持ち、なんでしょうね、そのなんて言うんですか、 5% 対 95% とかならまだ分かるんですよ。まあそれは仕事が大事だよねって。でもなんかさ、半々、ほぼ半々で負けるっていうのがさ。まあまあまあま、そうだよね。ま、コメント欄失業率がちゃった。まあそう、気持ちのさ、そうそうそう、気持ちの問題だよ。そうそうそう、実際に辞めるかどうか置いといて、気持ちの問題ですよ。うんうんうん、やっぱそうだよね。花ちゃんルームなら同じアンケートしても 90% 花ちゃんになりそう。気持ちの問題で負けだね。
ありがとう。めっちゃ寒い。でもなんか今そうなんていうの、エアコンを、エアコンじゃ暖房をつけるとお風呂上がり暑いんですよ。お風呂上がりにいい感じになるから我慢するんですけど、我慢するの。最近なんかシャワーの温度がわかんないっていうか、わかんないっていうと変なんですけど、寒い状態でこうお風呂入るじゃないですか。そうするとなんかお湯が熱いのか冷たいのかわかんなくなるんですけど、この気持ちわかりますか？なんかめちゃくちゃ熱いはずなのにあんま熱く感じなかったりしません？わかります？怪我してやだ。サタン愛してるよ。気分落ちた女性は落としやすいと聞いた。その最後のあの一言が余計ですね。しません。ヒートショックって何ですか？わかんない。なんか体冷えすぎ、多分そう、なんか暑いのか冷たいのかわかんないの。テレビの音量もわからんかな、ならないわ。テレビの音量はならないわ、さすがにならない。私ヒートテック着たことないんで、今年買ってみようかなって、なココアちゃんにそれを言ったら、ヒートテック着たら世界変わるよって言われたので、買いたいと思います。エゴしてやだ。やだ、絶対霜焼け、霜焼けです。私足とか結構霜焼けてる、冷え性です。末端冷え性、末端冷え性だから手と足は冷たいんですけど、お腹はめっちゃあったかいみたいな感じなんですよ。そう、世界変わるよって本気の顔で言われて、なんかなんだっけ、花が今日レッスン着の下にヒートテック着てるから暑くなるかなみたいなこと言ったんですよ。そしたら、それでサラが、ヒートテック着たことないからわかんないって言ったんですよ。そしたらココアちゃんが、ヒートテック着たことないの？今までどうやって生活してたの？って言われて、ヒートテックっていう存在をまずなんかそんな知らなかったって言ったら本当にヒートテック着た方がいいよ、ヒートテック着たら世界変わるよって言われて そういうこと？アイドルが霜焼け、待って、霜焼けってよく分かってないんですけど、寒いのを霜焼けって言うんじゃないですか、分かんないけど。ああそうなの？今までどんな世界に住んだ。そうなの、なんでそんな適当な喋り方なの？私ですか？私いつもこんな感じなんですよね、みんなと喋るとき。そうなの？チームは冬の30度ないです。落花生食べると騒げないの違うわ。ヒートテックってどこに売ってるか知ってる？どこにでも売ってるんじゃないんですか？わかんないよ。マフラーまだ使ってないです。霜焼けは火傷みたいにただれるって何ですか？待って、じゃあ私の知ってる霜焼けって違うかも。冷たくなっちゃってなんかカチカチになっちゃうことを霜焼けっていうのかと思ってた。千葉にもヒートテックあるって。千葉にもヒートテックあるらしいです、私が知らなかっただけで。
あ、そう、あ、違うの、違かったです、違かったみたいです。ヒートテックならユニクロに普通に、私ユニクロ全然行ったことなくてわかんないんですけど、ユニクロ行ったことない、行ったことない、ユニクロで買ったことないかも、え、わかんない、嘘かも、ユニクロあんま行ったことない。売ってるの？まあ、美味しいな。さ、世界変えちゃおうかなって思ってて。こんばんは。あ、北小町食べたらあった。コシヒカリでも温まります。あるよ。あるある。普段はどこで買うの？ネットかな？ネットが多い。さて、 GU もユニクロもあんま行ったことないかも。え、ユニクロ行ったことないの？行ったら世界変わるよ。さて、世界変えない、変えないよ、変えないよ。変えないって、なんか世界変えられてる、勝手に。これありがとうございます、ありがとう、どうもどうも、どうもどうもくん、どうもくん、サーナに出会って世界変わったの。ああ、変わったよね、変わったよね。アラブありがとう。千葉といえばゾゾだけど、ゾゾは利用したこと、え、待って待って、千葉といえばゾゾなんですか？ゾゾって千葉のものなんですか？あ、だからゾゾのスタジアムがあるんですか？あ、そういうこと？え、待って、そうなの？どうもくん和菓子ね、好きです。でも粒あんが食べれなくて、粒あんじゃない和菓子が好きです。あ、そうなんだ、ゾゾは千葉なんだ、やばいやばいやばい、千葉、千葉のことあんま全然知らないんですよ。あ、そうなの、え、千葉ってすごいんですね。千葉ってすごいんだ。サータン、こしあん派です。つぶあんしか勝たんやろ。私はこしあん派ですね、こしあん派です、断然。それ Y2K ファッションには興味ある？そういうの着たことないんですけど、着てみたいですね、一回ぐらいは、死ぬまでにね。愛知県の世界的企業知ってる？知ってるよ、知ってる、知ってます。きのこの里とたけのこの里ですか？あ、きのこの山とたけのこの里ですか？私たけのこ派です。え、こしあん派。千葉すごいんだね。あ、トヨタね、知ってた知ってた知ってた、全然知ってた、それはわかる。だってね、行ったもん、トヨタなんちゃら博物館みたいな、うんうん、トヨタだよね。え、だよね、たけのこ、え、知ってました、知ってましたけど、パッて出てこなかっただけです。ほんとほんとほんとに行ったんですよね、ほんとに行ったんですよ、自動車館みたいなやつ。あ、ほんと、千葉ってすごいんだ。
トヨタの本社はトヨタ市みたいなとこですよね。トヨタ市みたいなとこですか。サータン素直だから嘘つくと合ってるんですけど、トヨタの博物館はあの最終審査の帰りに行きました。元はトヨタだったんですよね。知ってますよ。ちゃんと見た。ちゃんと見てスタンプラリーとかも したんですよ。そう、私スタンプラリーしたんです。でボールペンもらった。そうですよね。 I love you。 ありがとう、ありがとう。わかんないですけど、あ、違う、なんかどっか行って帰ろうってなったんですけど、なんかジブリパークはちょっとなんか、あ、もうめちゃくちゃ暑かったから、ちょ、外のなんか回るのはちょっときついなって思って、そう、トヨタ博物館行って、で入ったらなんかスタンプラリーみたいなのが置いてあって、端っこら辺に、であのスタンプラリーやりました。スタンプラリーする、さっごめんすぎ、ええ、そうだよ、スタンプラリーした。なんか一問一問こう進んでいくときに、進みながらクイズ答えて、なんかピーってこう進んでいくみたいなやつなんですけど、最終審査はね、ママもパパもいたよ。こんばんは。名古屋城とか候補いなかったの。あの暑かった、本当に暑かった、あの日もう暑すぎて室内系で探してたんですよ、どっか行こうって。で名古屋城行ってみたい。あ、そうなの。え、ぜひスタンプラリーしてください。博物館とか好きなんや。え、好きですよ。美術館も好き、博物館も好きみたいな感じです。あんまりパパの話しないからたまに出ると安心する。どういうこと。どういうこと。別にパパのこと聞いてこないじゃん、皆さん聞いてこないよね。名古屋の暑さ、なんか日本で一番暑いって聞いてたんですけど、そこまで暑いとは思ってませんでしたね。名古屋飯食べて帰って、味噌カツ食べましたね。味噌カツ、その日は何食べたか覚えてる。いや、味噌カツ食べたな。食べましたね。パパ言ったのか。パパさん、そんなにそんなにって言わないでよ、言わないでよ。え、そうだよ、トヨタ博物館サタンの聖地決定とか。パパ誰に似てる。え、これ言っていいのかな。ママ見てる？ママ見てる？言っていい？ママ見てる？ちょっと待って。ママ見てる？誰に似てるかって言っていいの？ママ？見てる？ママ。見てなさそうだから。ダメだ。何も来ないから多分見てないや。え、全然なんか、あ、いた。え、パパが誰に似てるかって言っていいの？これ言っていいものなの？言っていいの？言わない方がいい？バレる？これ、パパバレする？え、全然パパはあれですよ、アイドルとか分かんない。ママも多分分かんない。ママ、お兄ちゃんも分かんない。どうして。分かんない。バレるかなって思う。え、違うの。え、じゃあ言うね。え、なんか、え、違う、私だけかもしれないんですけど、パパがそのあの嵐の相葉さんに似てるんですよ。
ものすごく、え、わかんない、なんか、いや、ものすごく似てると思うんですよ。めっちゃ似てる、似てます。だから私とあんまり顔は似てない。でママはさらに似てると思う。そうだね、鈴木さんはいっぱいいるわ。そう、似てるの。似てるんですよ。え、そうなの、そうなの。似てる人がいた。怖いわ。うん、めっちゃ似てて。やめてください。それやめて。それ似てるとバレるかなって思って。違う。全然違うんですけど、似てるんですよ。ものすごく似てるの。バレないよね。来年の来ないから、来ない。パパタンパパタン押すのはちょっとね。パパに会った十二期生いないです。ママに会った十二期生もいないんじゃない。いないと思う。あ、うん、みやびちゃん、いやでも多分覚えてないかな。みやびちゃんママに見たかもしれないけど覚えてないと思う。そういえばママのサイリウムから決まってないわ。決まらないわ。ママのサイリウムから決まらないよ。でママはサラをもうちょっと目でかくして、でかくしたみたいな感じ。そう、お父さんの書き方、こんばんは。シャタママに。あ、そうだね、そうだね。シャタより目でかいよ。ボブじゃない。どんどん言ってく、スタイル。サンダーより目がでかいボブじゃない人。サラより目でかい、全然でかいです。パパのことトータンって呼ばないでください。トータンじゃないから、トータンじゃない。ママとサラ声似てないです。似てない。マータンはサータンより口は大きい。いや、サラはないかも。大丈夫、多分こうやって言ってるけどママにやめてって言われてないから多分言っていいんだと思う。本当だ。あと、ありがとうございます。ありがとう。あ、フォローありがとうございます。ありがとう。いや、何も言われてない。もう何も言ってないから大丈夫だと思う。まあ声でかくない。全然声でかくない。笑い方はどんなん。え、わかんないよ。わかんない。性格は似てる。
似てないことはないのかな、わかんない。いやー似てる人はいないかな。もう芋たりしないんじゃないですか。トータンもキャベツ好き、知らないや。知らないよ。でも食べてるよ、キャベツ食べてるよ。ファッションの好みはママと似てる。ママの服を着たりします。ママの服普通に着る。配信終わったらマックに行ってきます。何食べたらいい？グラコロ、グラコロ食べてください。キャベツは誰の影響？なんでだろう、キャベツが好きになったのは。でも結構最近なんですよ、新規のキャベツファンで。いつだろう、でも高2になってからかな。本当だよ、本当だよ。サータよりバッタと通ったんだよ本当に。え、グラコロなんか親子で服の毛を言っていいね。お兄ちゃんの服も着るし、ママの服も着る。ここに何があった。あ、でも一番最初はあの大阪で串カツを食べた時に、あのキャベツにソースつけて食べて美味しかったのが最初だ。だから小学生の頃にはその美味しさに気づいていて、ハマったのは氷みたいな感じだと思う。結婚してやだ。え、愛知県なんちゃら市はキャベツが特産物なので行ってみて。キャベツ畑しかないの？え、なんかありますかね、キャベツ狩りみたいなの。いちご狩りになるの、キャベツ狩りみたいなあるかな。美味しいよね。え、そう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 、美味しい、美味しいよ。え、キャベツ狩りないかな。近所の畑で勝手にやればダメだよ、そんなことしたらダメだよ。キャベツ狩りしてその場でソースかけて食べる。青虫いそうだね、青虫いそうだから。え、どうしよう。え、でもキャベツ狩りいいな。そんなにたくさん取ってどうするの。みんなでキャベツパーティーする。します、します。え、群馬でキャベツ狩りあるって。え、それはやばい。キャベツ狩り、キャベツ狩りしてソース食べ比べみたい。あ、最高、最高だ。サタン、オウムシまで食べそうって言わないで。今日朝から朝から部屋に虫がいたんです。思い出した。あー、鳥肌、鳥肌立つ。今日朝カーテンをね、あの朝になったら開けるじゃないですか、カーテンをパッて。そしたら虫いたんです。虫がいたんです。朝こんな目こんなんなのにパッて開けたら虫いて、あっってなった。キャベツも大好き。待って、ココミ、ココミ、ココミずっといた、ずっといた、もしや。いや、でもそんなことない。一回出たでしょ、絶対。まだ一回出たでしょ。一回出て。あのね、ココミンのね、家にね、お邪魔していい許可もらったんだ。すいません、すいません。ココミンのお家に、いつか、お邪魔しようと思ってます。皆さん、すいません。ココミンファンの皆さん、ごめんなさい。私が初めて、ココミンの家に、行くメンバーになります。ね、サータ後ろ後ろとかやめてください。やめて、やめてよ。あー、すいませんね。すいませんね。
え、そうなの？ココミンのママ料理上手なの？わあ、人の料理食べたーい。人の料理食べたーよー。え、そう、蜂の夢ね。蜂の夢すいません。作ってもらったご飯食べたくなる。食べたくなる。ココミはサータンに入っていいってこと。まあでもなんか、あ、そうだね。ココミは迷うわ。ダメだけど12期の中で誰かを絶対誰かを部屋に入れなきゃいけないってなったらココミン選ぶかもしれない。ココミンか、ココミンかな。基本ダメです。ダメですね。アイラブありがとう。いや、花はなんかさ、ダメだよね。あの、ダメ、はい、いろいろさ、なんかダメ、花はダメ。違う、花はなんていうの、ダメじゃん、なんかダメじゃん。そうなんか好きな子にはいいとこ見せたいよなみたいな、なんかもうそういう感じ。え、でもココミも好きだけどね、あ、もちろんね。でもなんか違う、花とは違う。あ、なんか花はダメかな。待って、誕生日ます。13位、6位、キャベツ T シャツ。5位、マカロン猫ちゃん。4位、女の子。3位、ひよこさん。2位、うさぎ。1位、リラックマ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、基準があります。え、何、ループしてますか。え、ループしてますか。ループしてる。え、嘘、画質悪い。もう一回いくよ。もう一回、5位から聞こえたんですか。ってことは13位から6位まで言えばいいですか。13位ピンクのクマ、ピンゴさん。8位チーズ。7位恐竜。6位キャベツ T シャツです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで壇上読みすると止まるの。なんで充電はある、電波。ありがとうございます。ごめんなさいね、なんかループしてるみたいで、ごめんなさい。バイバーイ。またねー。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。